青木拓磨はさらに一歩タイトルに近づき、スーパーバイクは第2ヒートを迎える。ヤマハの藤原はランキング2位に浮上。しかし青木との差はこの時点で72ポイント。藤原が第2ヒートで優勝しても、青木が5位以上でチェッカーを受ければタイトル決定という状況となった。スーパーバイク第2ヒートのシグナルグリーン、15周先のチェッカーを目指して全43台のマシンが一斉にスタートを切る。優勝でタイトルを決めたい青木はホールショットを奪うと先行逃げ切りを狙う。これに第1ヒートで表彰台の一角を占めたヤマハ勢をはじめ4メーカーのワークスマシンが続く。羽賀は S 字から逆バンクで藤原をかわし2位浮上、トップ青木の背後に迫る。2周目のストレートで青木のスリップストリームから抜け出した羽賀は1コーナーでトップに浮上。これがかつてない混戦の発火点となった。羽賀に先行を許した青木は集団に飲み込まれる形となり、前を行くマシンを追いながら後方のマシンを抑えなければならない状況。もはやこれまでのような先行逃げ切りは不可能となった。しかしそれは他のライダーにとっても同じこと。さらに各メーカーのワークスマシンはそれぞれ違う特性を持ち、ベストラインをトレースすれば他のマシンに抜かれてしまう。トップグループを形成する4メーカー9台のワークスマシンは周回ごとコーナーごとにポジションを目まぐるしく入れ替え、全日本スーパーバイク始まって以来の1台バトルを展開する。ラインを外した藤原は集団の最後尾に後退する。しかし青木のタイトル決定を阻むためには、ランキング2位の藤原自身がこのレースで勝利を収めることが第一条件となる。続く9周目の試験員では竹石がラインを外し後退。藤原は北川と竹石の前に出ると再びポジションを挽回していく。レースも残り3周を切ったところで竹石がデグナーで転倒。トップ争いは8台となる。そしてスーパーバイク第2ヒートはいよいよファイナルラップに突入する。武田と2台の鈴木勢はやや遅れ、トップ争いは5台に絞られる。なんとしても優勝でタイトルを決めたい青木は1コーナーでトップに浮上。藤原と羽賀も両の前に出る。青木はヘアピン手前で周回遅れの処理に手間取り、藤原と羽賀に先行を許すが、 130R では羽賀をパス。そしてトップ5台は最後の勝負どころ試験員へ。青木は試験員の侵入で藤原の前に出るが、最終コーナーへのアプローチで加速が鈍り、藤原が並びかける。その後方では羽賀と亮が接触。この間隙をついた柳川が土壇場で3位に浮上する。最終コーナーで青木をかわした藤原はトップでチェッカー。95年第2戦つくば以来の全日本通算23勝目をマークする。青木は2位でフィニッシュ。ワールドスーパーバイクで左鎖骨を骨折し、痛みをこらえながらの戦いとなった柳川は3位表彰台を獲得した。途中どうなるかと思いましたけどね、みんなもうはちゃめちゃで、もう考えてるとすぐ抜かれちゃうから、もう後半はもういけるだけ行こうと思って。すごい接戦だったんだよね。もう試験員とかもぶつけ合いだったみたいだし、まあ最後まで諦めずに走ってよかったです。そして惜しくも2位となった青木は、藤原とのポイント差を69とすると、シーズン3戦を残して全日本スーパーバイク2年連続チャンピオンの栄冠を手にすることとなった。本当にみんないいレースしてるし、僕も負けないくらいいいレースをしたと思います。今まで応援してくれた人、ファンの方やスタッフの皆さん、本当にありがとうございます。あと残り3戦、ぶっちぎりで勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。